はい、皆さんこんにちは。今回は2021年6月発売のあのニューモデル、楽しみに待っていてねということで、秘密のトミカ1台あったよね。こちらの方が5月31日予約が解禁になったので、そちらの方を見ていこうと思います。2021年6月のページの下の方だね。この部分だね。ナンバー28番スバル BRZ が登場してきます。秘密の新車ということで、どんなモデルが登場してくるかかなり楽しみにしてた部分だけど、いきなり予約の方が開始されたね。スバル BRZ 通常版と初回特別仕様になってて、初回特別仕様の方はレッドになってるね。少し下の方を見ていくと、アクションの部分はこれはサスペンションだけになってます。スバル BRZ というと過去のモデル、つい最近廃盤トミカとかになったんじゃなかったかな。そしてその後継モデルということで、こちらのニューモデルの方が登場するんだね。スバル BRZ というと前期後期、そしてこちらのモデル、ニューモデルが出るたびに登場してくるね。さあ、こちらの方予約の方ができたかというと、私はちょっと予約の方を失敗してしまいました。まさか5月31日ということで、7月発売のトミカの方、そちらの方は予約が大体できたんだけど、なぜかこちらの方は予約の方ができなかったね。まあ、予約の方ができなかったというか、これは過去のモデルかなって一瞬錯覚しちゃったんだね。秘密の新車ということで、予想してた車種はちょっとスバル BRZ じゃなかったんだよね。ちょっとこの辺り予想が外れてしまって、まあ、予約の方はできなかったんだけど、これからおそらくいろんなお店の方でオンラインショップの方でも予約が解禁されてくるので、そちらの方でしっかりとゲットしていこうかな。さあ、その他6月のトミカで追加車種になった部分、この部分もちょっと下の方で見てみようかな。この下の方だね。この部分かな。販売店オリジナルトミカということで、トミカショップオリジナル三菱ランサーエボリューション4消防指揮車の方が登場してきます。まあ、こちらのモデルの方はすでに予約の方が解禁されてたね。さあ、こんな感じで6月の方はこれで出揃ったような形になるので、7月のトミカ、そちらの予約状況の方を見てみようかな。さあ、5月31日予約が解禁になったのが2021年7月発売のトミカたちだね。一つ目のこちらのトヨタライズ、こちらのモデルは初回特別仕様がラインナップに入ってて、この部分もしっかりと私は予約ができたかな。まあ、だけど結構人気なのか、予約の方も完売状態になってるお店が結構あったね。その他の部分で見ていくと、この部分だね。ナンバー87番トヨタ GR スープラの富士スピードウェイセーフティーカーモデル、こちらは通常版っていうような形のラインナップにはなるんだけど、もう見るからに特別仕様、特注トミカっていうような感じだよね。こちらの方もしっかりと私の方は予約ができました。まあ、おそらくこちらのモデル通常版ということで、いつでも手に入るようなモデルだと思うんだけど、まあ、この辺りトミカコレクターだったらしっかりと予備のトミカたちもゲットしておきたいね。さあ、次のモデルを見ていくと、この辺りのディズニーモータース、今回はちょっと私はスルーをしたかな。こちらのトミカワールドの方も予約の方が解禁されたね。こちらは確か初回版の方にはトミカの方が付属されてくるんじゃなかったかな。そして下の方を見ていって、トミカポリス出動、ポリスキャリアカーセット、こちらの方も予約が解禁されたね。そして下の方を見ていって、ドリームトミカの部分だね。ハローキティモデルたちかな。今回こちらのモデルは私はちょっと予約の方はスルーしたような感じです。そしてトミカプレミアムの方では、日産スカイライン 2000GTR、 こちらのモデルしっかりと予約の方はできました。というか、こちらのモデルは通常版だけのラインナップになってるね。そして下の方を見ていって、ディズニーモータース、今回はこの部分もスルーだね。そして鬼滅の刃トミカのボリューム2というモデルたち、この部分も今回私はちょっとスルーをしてます。そしてここで出てくるのがトヨタ e パレット、こちらのモデルも予約はしっかりとできたかな。まあ、それほど争奪戦っていう感じではなかったので、まあ、今後いつでも手に入るモデルになるのかな。そしてその他、まあ、ここには出てないんだけど、おそらく TCA のオリジナルとか、この辺りが6月か7月の方で発売がされるのかな。まあ、予約の方もそろそろ始まりそうなので、この辺りもしっかりとチェックしていきたいね。まあ、こんな感じで6月7月のトミカ、まあ、予約の方も一通り出揃ってきたような形になるので、皆さんはどのモデルを予約をされたのかな。まあ、というか、予約をしなくてもしっかりとゲットできるモデルたちなのかもしれないね。ひょっとしたらこのトヨタライズ、この辺りも発売日に店頭の方に行けばしっかりとゲットできるのかな。まあ、最近のモデルには珍しくサスペンションと後部ドアの開閉ということで、アクションの方もしっかりと備わっているので、こちらのモデルもしっかりとゲットしておきたいかな。
まあ、とは言ってもこの7月のトミカで私の一番の注目車種はこちらのモデルだね。まあ、こちらのモデルもおそらくだけど発売日、まあ、店頭の方では一瞬品切れになるかもしれないけど、しっかりと今後再販というか通常ラインナップとして発売されてくるので、まあ、いつでも手に入るかもしれないね。はい、今回は2021年6月と7月の予約状況、こちらの方をチェックしてみました。まさかまさかのスバル BRZ が秘密のトミカだったんだね。こちらのモデル予約の方が解禁されて、私は一瞬ちょっと戸惑ってしまって予約の方ができなかったね。まあ、だけどおそらくだけどこちらのモデル、まあ、これからオンラインショップの方でもたくさん予約の方が開始されてくるので、おそらくだけど予約の方はできるんじゃないかな。まあ、だけどしっかりと国産車のスポーツカーで BRZ 当然ながら人気になってくるので、しっかりと予約の方でゲットしておきたいね。そしてこちらのモデル以外に7月のトミカたちの方だったね。こちらのモデルを見ていくと、こんな感じで公式ページの方にも5月31日月曜日、このあたりが予約開始日っていう風に書かれてあるね。なので私も予約の方はしっかりと、まあ、深夜帯の時間帯ではあったけど予約の方がしっかりとできました。まあ、やはりこのトヨタライズの初回特別仕様、まあ、ベーシックトミカのシリーズになってくるので、このあたりはしっかりとコレクションとして一つは手に入れておきたいね。そして何度もくどいかもしれないけど、こちらのモデルだね。トヨタ GR スープラの富士スピードウェイセーフティーカーモデル、こちらの方はしっかりとゲットしておきたいかな。まあ、こんな感じで2021年7月のトミカの予約が開始されて、まあ、今後どんどん予約開始されてくるお店が多いと思うけど、皆さんも気になるトミカはしっかりと予約をしておきたいんじゃないかな。まあ、7月発売のこのトミカの第3土曜日、まあ、この辺りにはもうコロナ禍終わっててほしいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。